数の韓国メディアは、韓国政府の消息筋の話として、北朝鮮が平壌のミリム飛行場に兵士およそ1万2000人と車両およそ50台を動員して、来月8日に軍事パレードを行う準備をしている兆候があると伝えました。また、韓国の東亜日報は、中国で北朝鮮大使館が各国大使館の武官らに、平壌で開かれる軍創設70年記念式典の招待状を送ったと報じています。来月8日は北朝鮮が正規軍を創設してちょうど70年にあたる日です。2015年にはこの日に軍事パレードが行われたことから、何らかの軍事イベントが実施される可能性があります。